2>, 2年ぶりに、あの、ルーマニア料理のレストラン、覚えてますラミハイですかラミハイ、そうです。はいはい,はいはいはい。あの、行ってき,きましたよ。あの、こう、なんでなんか、あの、カナダに帰省した時に、あの一、一<え>、あの、一、なんだろう、3日間だけ、あの、日本人の友達も、ちょっと来た、みんな、みたいな話あったんじゃないですか。 はでそのその来た時はまあそのえー、実家のルーマニア料理とかいろいろ食べてもらったんですけどうん、うん、その友達とその友達となんかしゃべ最近話したら「ラミハイっていうところあるんだよね」っていう話してあの「へえ」ってなってその,ともその友達のなん,かきょなんか共通の友達でなんか行こうよみたいな話になって。うんうん 2年ぶりにその4人であの行ってきて、うん、でなんか悲しいことに入ったら店長ルームマネージングミハイっていう人が覚えてくれなくて、うん、<laughs> 最初は <laughs>、まあ。あそれ <laughs> 誰だろうみたいな <laughs> 2>, <laughs> 2年でしょ <laughs> 2年でしょれそれはさすがに。 いや、ないかな、ね、なんか印象に残って、残ったのかなと思いながら。でもなんか、後から、ああの時のね、みたいなのはなったんですけど。<laughs> 嘘で絶対嘘でしょ。いや、なったなったなった。絶対、絶対、絶対もう、もう、顔で、大丈夫、大丈夫、分かってくれる。急になってさ、30分くらい経ってさ、<laughs> あーってならないよ。<laughs> あの、いや、でもあの、詳細、 覚えてくれたんだよね。あの時の。ああ、なのかな。やっぱ日本人、日本人的なところもあるんで。そうそうそう、気を使ってくれたんですよ。だってね、がっかりしてたらかわいそうじゃないですか。結構がっかりしたからね。バイト先出してたんあもう、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 めちゃくちゃにじみでたんですよ。でも、その、ウェイトレスの方がルーマニア、 ルマニア人の女性なんですけど、あの2年前は、なんか 2> <ー>あの、2年前にもいて、その子は覚えてくれて。なん <laughs> かそれも、本当いや、それはなんか、あの、その、誰いたのかとかあのなな、いろいろその、その、詳細なんか言ってくれたから、はいあ、あの時のなんか10人ぐらいだよね、はい、みたいな、はい、あ、そうだね、みたいな。その、その子を覚えてくれて、あの、だからまあそれだけで、まあまあ、満足かなっていうのが。

盛り付けとかまあいい感じになんかレストランっぽくしてるんですけどあはいはいはい味自体が本,本当に本格的な結構お袋の味っていうかうあになっていてそこをあの,、まあ、あの友達に食べてもらってうまいうまいと言ってもらえ,もらえたんでもう僕はもう満足なんですけどよかったねそれはねそうっていうまあそれ,それからなんかいろいろ他の 何でしたっけロールキャベツでしたっけ、うん、ああ、そうそう、よく覚えてますね。そう,そう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 。ロールキャベツがメインですね。<物>あまあ、そうだよね、東ヨーロッパとかよくその各,各国が自分のロールキャベツっていうのがあるんですけど、まあ、ルーマネのなんかな何が違うか正直あんまり違う、なんかどう具がどうやってこう異なってくるかわかんないんですけど、まあまあまあ。 まあ、ルマニアが一番上手いだけは、うん、僕は信じてます。っていうことです。まあ、そう言わないとね、さすがにね。<laughs> そうやね。二番目だな、みたいな。さすがに言えないかな。<laughs> うん、それはね、そう。難しいですよね。そう,うん、<laughs> そうだね。ああ。いや、よかったですね、それはね。うん、すごい、あの、まあ。まあ、それがあるっていうこと自体がかなり、驚きというか、 まあ本当になんか、ね。普通ね、日本にそれがあると思わないじゃないですか。なかなかだよね、うん。そう、自分も行くたびになんかこう、今日本だよね、みたいな。<laughs> <laughs> あれみたいな。うん、<laughs> 全然あるから。うん、<laughs> まあ,あの、でもやっぱりなんか、そこに行くたびに、一番自分が楽しむのが、の食べ、まあ食べ、食べ物を、 食べ物の感想とか聞くのもいい別にいいんですけど一番いいのがあのパリンカっていうお酒を飲んだ後のみんなの顔っていうのが自分が一番楽しいなっていうかなりピンポイントですね <laughs> なんかパリンカっていうのがあのプラムのブランディみたいなまあなんか結構度数の高いお酒であの、うん で、まあ、そこでなんかショットで飲むから、で、大体結構度数高いんで、度数高いし、結構、癖があるっていうか、あの、味が濃いっていうか、かプラムっていう感じ。あ、めっちゃプラム、めっちゃプラム。へぇー。だけど、結構、あの、切れ味があるっていうか、はぁー。そのテキーラみたいな、あの、こう、はい,はい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 。なんだろうね。まあ 峠、うん、のあるこう、なんか、結構軽口かな、そうそうそう、なんかちょっとこう、痛いわけじゃないんですけど、飲み方間違えたら、絶対にし、あのー、絶望するっていう、こう、へ<ー>っ,てあってやつで、そこをみんな、一応強いって言うんですけど、気をつけてねって言いながら、みんなの顔を見て、はなんかちょっとこう、笑っちゃうっていう <laughs>、うん、のが、僕の醍醐味ですね、やっぱり。 ひそう密かなね。ひそかな楽しみねそうそうそう。まあ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 。今言ういや<う>あれですよだからんですけね。やっぱり次はそのそ<う>半年後とか3ヶ月後、も次2年後に行くんじゃなくて、うだんだん、ちゃんとこう、そう、あの定期的に行ったら,ったら多分忘れないんじゃないかなって、ミハイさんも。だと、だといいんですけどね。え、なんか、その最後の方に、なんか,かえ帰り際に、 いや自分が「ありがとうございました今日もありがとうございました」っつって、うん、でミハイがあのえ「あの時の,あのなんか日本人の,の方あの元気してますか?」って言ってて「男性の」みたいなはい、はい、で,で俺がなんかど,どういう話なのか全然分かんなくて「<laughs> え,えな,んかなんかあったんですか?」みたいな「<laughs> うん、いやなんかすごいね」うん 暴れたよねみたいな話で、うん、えー、みたいな、えバレたみたいな。で、その次の日に、あの、ね、その、行った全員も、あの4人その、日本人男性で言うと4人だけだったんですけど、うん、みんな結構おとなしい方なんですよ。うんうん、でそのな、その中でいろいろ聞いたんですけど、いや、何もなかったんだよね、あの日み、oh,、みたいな。ああ、うん、そうみたいな。えみたいな。 だから多分別のグループとして勘違いされてるのかなとか、よく分かんないですけど、ちょっとやっぱね、まだまだっていうか、それがさ、アパレとか。印象悪いんじゃないそうだよね、うん。印象、そういう、ういう悪い勘違いをしてないそれ。結構悪い。そう、でもなんかその時は、なんかあったのかなみたいな。いや、わかんない。しかもそれ否定してないじゃん、うん、アレックスさん。わかんないです、なってるから。 あ、忘れたんだね、この人みたいな。あんだけ暴れたのに忘れたんだね、この人みたいな。になってるのがな、そう。かんないでも、でも自分なんか否定、あの何も覚えてない、そこは覚えてないんだけど、なんか知らないところにそう、なんかあったのかなと思って,て聞いてみたら何もなかったから、うんあまあ、その場で否定はできなかったんだよね。いや、なんか自分はなんか何もえ、何もなかった気がするけどな、みたいな。うん、<laughs> っていうね、あのちょっと挽回はしないといけないなって、こう。まあ、まあ今度はして 行った時にはね、少し誤解が解けるといいですね。まあ今度行ったらまた違う人たちと勘違いされてるかもしれないですけどね。分かんないです。なんでこんなになんかじなんかずれに似てるやつがだんだん。ああ、あの時の人たちだねみたいな。えみたいな。1月に来た人たちですよねみたいな。あれみたいな。2月なんですけど。あれ ただただボケてんじゃないかなどうだろうね似 <laughs> た人がいるかもしれないですからね。ド<あ>ッペルゲンガーは世界に3人いると言われていますから、ね。それは恐ろしいですね。しかも全員東京っていうことで。<laughs> <laughs> そんなにグ然が重なる怖すぎるねぎる世界に3人がさ同じ年ってどういうことって。それ恐ろしいな。あだって普通に考えたらね、<も>アレクサンドッペルゲンガー一番いそうなところってルーマニアじゃないですか。 そうだね、うん。だいぶいると思うよ。<laughs> 僕みたいな顔してる人。めちゃくちゃいるよ。たまになんか昔言ってた、て昔言ってたじゃん。昔言ってたじゃん。あの、ルーマニア帰ったときに、うんいや、そうですよって。いや、めっちゃもう、そうですよ。なんかその親近感というか、そういうのありますよ <laughs> そう、本当にそう、うん。だから、あの、で、まあ、たまになんか。何デ,デフォルト系なのじゃ、アレックスさん いや多分もうあの雛形なんですよ僕は、うん、そううんなんかフランス人にもなんか間違えれるしロシア人にも間違えれるしルーマニアのなんか典型的な顔らしいしなな、ね、なな,なんだろうねこんなに標準顔に近いってことまあじゃないとは信じたいんですけどなんかねうん 間違われること多いからでそれ自覚したの<あ>実際そのルーマニアに帰った時にあ確かにそうかもってうーんまあ結構でなんかその僕の顔がみんなと一緒っていうわけじゃなくてその特徴が、うん、そのああ<ー>がやっぱり背の高い人たたちもたくさんいるのそう背,背高くてちょっとガリガリで,で鼻高くてみたいなああっていうかルーマニアバスケットボール結構有名ですよね まあ、まあそんなになんかあの一番ほぼ一番あの身長の高いこう、えー、ルーマニア人のバスケットボール選手があのヤオミンよりも高かったとか。へえ<ー>。そうやってヨーロッパでね高身長って言われるとオランダとかになっちゃうじゃないですか。そうだね でもルーマニア人、ね、まあルーマニア人ね、な,なんか、ねうん、バスケットそなしないんですけど、まあ一番高い人がルーマニア人だったし。結構ね、うん、あれだよね、スポーツのイベントにルーマニアって結構いるよね、なんだかんだで。体操とかは一番いですけど卓球とかさ、うん。あ、出るね。卓球も出るし、そうね、バレー,レーボールとかさ。そう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 。そ,うそっち系、ね、結構出るね。うん、結構そのスポーツに強いですよね。そう、なんか、あ,なん,かあんまりこう、 メイジャーな国じゃないからあまり最初にこう思い浮かばないんですけどみんなが、うん、なんですけど実はねみたいなあのそう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 なんか幅広く結構うまいところまでいけてるっていう,うちょっと隠れながら特化してないじゃないですか,うですかこうなんか全般的にというか、うん、いろんな分野にいるじゃないですかうーんまあやっぱりなんかなんだろうね結構 いろいろ厳しい国だから、その教育面では。へぇー。だから結構しっかりしてるんだよね、あのそこは。結構古い、結構保守的な考え方はまだ根付いてるんで、あ,<ー>あの、そこで勉強に結構厳しいし、多分その、うんえー、スポーツの訓練とかも割と厳しい面じゃないかなっていう。うん イメージなんですけど、最近は、なんかそのその、その、えぇ、ー、なんだ、えー、まあ海外、まぁ、あ、欧米じゃないえっと、まあアメリカとかの、その、流行りに乗って、もう少し柔らかくなってるかどうかは分かんないんですけど、えー、まあ一応そういうイメージだから、前から結構、しっかりしてましたね。うん、英語は苦手なんだっけ英語めっちゃ、もうみんな、普通に、英語喋れないなら、もうなんか、 失格みたいなぐらいの<え>、うん、みんな普通にペラペラっていうはあそう、うん、すごいねそうなんかでドイツ語ってでき,できてる人も多い,いしでもまあそうだね、はあ、あのルーマニア語と英語はもう必ずしてるっていう現在になったんですよね<ー>、うん、もともとじゃあ真面目なんでしょうね いやめっちゃ真面目なんですよ。結構な、あの、ねた、だからたまにいい人めちゃくちゃ出てくるんですよ。あの、ルムアイでは。んなんか有名なハッカーとかも結構ルームアイ人が多くて、うん。結構じゃあプログラミングも盛んなのあ、そう、IT 業界すごい盛んなんですよ。はあ。そう、だからその16歳のハッカーグループがなんかでっかい会社をハッキングして、なんかたのい、気晴らしにこうなんか、 ハッキングしたっていう水たまね出てきたりとか、えー、あのまあ普通にその、えー、ゲーム会社の支社はだいたいなんかルーマニアに何かあったりとか、うん、あのいろいろそういう、まあ、IT 業界に割と盛んだしう、まあ、エンジニアリング系かなであと英語も全員できるからあと多分人件費とかあの普通に こう生活費は結構安めながら結構そこに一社作って、うん、あのコスパよくいろいろ仕事もできるっていうのもあるしっていう、うんうん、ような国ですね、うん、はああんまりねこう知られていないじゃないですかそうだねまあそもそもルーマニアってどこっていうのがよく聞かれるから 確かにね。うん。ルーマニア、ブルガリア、モルドバのあたりの、ハンガリーとかね、あのあたりのこの位置関係はね。い,やい,いつもなんかもう、ウクライナの友達だよって言って、みんな大体分かるっていう,う、最近のニュースで言うと、うんう。だからそれはすごい楽になったんですけど、<ー>それの次は、え、ルーマニア大丈夫みたいな、<laughs> そんなに近くてうっていうのが出てくるんですけど、中大かだからそういうの面白いですよね。 うん。まあ、嬉しいことに。そうだね。うん、まあ、なんか、嬉しいことに、こう、まあ、今回のルーマニア料理を友達に、うん、まあ,あの、食べてもらえたっていうところと、うん、まあ、普通にそのルーマニアの話とかもたまにしてるから、友達と。まあ、それによって、そのルーマニア行ってみたいとか、実際に行く予定ある人も。それはおすすめするの、アレクさん。 自分はなんか一応こういうこと気をつけなよみたいなは言うんですけど気になるんだったら全然治安みたいな治そ。治安はそんなに良くないんですけど最近は良くなってるんですけどあのその前はアジア人にそんなに優しくなかったっていうかまあそもそもいなかったからそういうその白人以外の人、うん、基本的にないからね<う>アジア人に優しいところって。 まあまあそ,そもそもね。<laughs> でもまあなんか、でもよくこうパリとかロンドンとかなんか、うん、あの有名な場所だったり一応こうそういうこうアジア系の観光客に慣れてるところあるんですけどルーマニアは全然なかったからちょっとこう,う、ね、さらに、はいえー、治安が悪いっていう印象あったんですけど、うん、最近はいやすごい普通に 中国人とか日本人結構いるよっていうのを親戚から聞いて、えー、結構慣れてきてるので、えー、うまあましになったんじゃないかなっていうで,で、ね、例えばアレックさんがルーマニア歩いてると普通にルーマニア語で話しかけられるの中うんうん絶対そうですね <laughs> でもなんかでもすぐこう自分の答えによってあ英語だねって分かってくれるんですよ やっぱり、あの、あ<ー>か、あの、何も話さないと、あの、ただ無口のル,ルーマニア人ななってなるってなるんで、あの、必ずなんか英語っぽい何かを言うっていう。申し訳ないけど。まあ、あの、か、普通にルーマニアでがん、がルーマニア語で頑張って、で、さしてくれるっていうのが多いんです。ああ、はい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 。うん、はいそう,、ね、そう。へえ<ー>。まあ。 自分はまだ変な感じ。なんかあの、その、お店、ラミハイとかでも何語で喋ればいいかわ分かんなくて、ずっと。日本語でいいじゃん。なんか一応、二人とも英語もできたんで。ミハイさん、日本語できるのまあ、それはできるよね。日本語はできるし、るで,きるきできるし、あの、二年前は英語はできなかったんですけど、今回はできたんですよ。 すごいことなんか学んだんだっていうのがもうすごかったんですけど<ー>あのだから今回はなんか英語とルーマニア語と日本語をなんか混ぜながら話したりして。じゃあ次はフランス語ですね。うん 見ハ,ハイにこうフランス語を話しかけても多分できるんだね。お前が暴れたら、ね。そっから二年後、そっから2年後、<laughs> 年後フランス語できる誰だっけっていう。あそういうことね。自分がそのホッタになる。どの言語を全に学習するか。アレクさんがホッアレクさんきっかけでフランス語できるようになったんだけど、アレクさんのことは結局覚えてないってい <laughs> でもなんかそのフランス語を話してくれた恩人にすごい似てますよね、みたいな。違う人を思い。 浮かべてるっていうね。まあ、そういう呪縛くいあんいかなまた、あの、暴れた人たちの一人ですよね。れた人なん。でいつもそんなことがあるんだろう。昨日、暴れた人はね、みたいな。いやいやいや。んで、アバた人な何で戻るんだよみたいな。次の日。なですね。そうですね。良かったですね、それは。やっぱりこう、自分の文化とか、そういうのをね、 紹介して楽しんでもらえるとそれはねドキドキするけどねどうしようってうんどうしようどうしようってあれあれめっちゃうんまあどんな反応するんだろうってそうまあなんだろうねまあ自分もなんかルーマニア生まれ育ちっていうわけでもないからすごいめちゃくちゃその文化に詳しいとかめちゃ近いっていうわけでもないけど,、うん、けどなんかやっぱこうやって 共有する中で、うん、あの自分ももう少しこう近く感じるっていうか、うん、なんか自分のい一部に、まあ、よりなるっていうのう、ねまあ、うん、結構アレクサも難しいところですよね、うん、なんというかういうアイデンティティィルーマニア人 <laughs> そうそうそう,そうールーマニア人だけど<ー>カナダ人だしみたいなうん そうだね、まあ、ね、なんかでまあ日本に住んで日本語も学んでてなんか日本も一応その中にもあるって感じててでも何なのかっていうかああう、ね、なんかあのアイデンティティの一つん<ー>、うん、だけどそこはどういう役割をう、ね、どういう部分なのかとかもよくわかんないしあのルーマニア語 ルーマニア語よりもしかもルーマニア自体国としては日本の方が詳しい日本語もそうそうそうルーマニア語より日本語の方ができるっていう謎の現象ですからねだからだけどルーマニアの方が心に近いって言ったらそれも違うんじゃないかっていうなんか自分の中の葛藤もあるし、うん、そ,そうだよねだからあじゃあ何カナダが半分で 日本は三、さあの十、うん、あの三分,分の一、三分の三、ね、分の一とかそうそのこれがルマネルーマニアなのかとかなんかよくわかんないんですけど<ー><う>なかなかねこうねえ結構こう揺れますよねうん、うん、まあ 答えはないんですけどなんか考えるだけでいいうってい。こういうことも考えないといけないんだとか。うう大人になってくるとね、意識する機会は増えますよね。確かに。聞かれることが多くなるじゃないですか。うん、うん。そうだね,ね。それは確かにそう思います、ね。どこが、どこがホームなのみたいな。どこが本当のこうプ教なのそうそうそう。 そ,うそれは確かに。からえ自分はかんなんかそこまあいろいろ、ないろんなこう国に住んだことあると思うんですけど、そこに迷ったことっていうか、はい、悩んだことあるんですか自分が。特にないです。あ、ない。あ、特にない。ただその、で、外に出て、うーん。 外に出ていない人と違う感覚があるなっていうのはありますけど、うんそれはね、なんていうか、うん、例えばその自分がその、例えばの色ね、うん、で、青色だったとして、もともと海外を知らない状態が青色だったとして、うん、で、外に出て赤色を知って自分が紫になったみたいな。おお、はい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 。あー っていう部分はあるけど、なんていうか、ね、一番下の、一番その核の部分では変わってないかなって、うんね、感性として。ちょっと例えば、なんかこう、あるじゃないですか、外国の人たちが日本に来て、うん、で、日本人のここ理解できないとかっていうのが、うん、あ、それはねって、わ、うん、かるんで。<laughs> そうですね。で、ね、それでも例えばじゃあ、アメリカ、 に例えば日本人が行って、じゃあアメリカの国がわからないっていうのあ、それはねっていうのもあるんですよ、ねうん。はいはいはい、逆にね。うなんかこう不思議なこうかき混ぜられた感じのところはある。なるほどね。そうだね。あそこはすごい共感は、うん。そう。でもそれが知ったかぶりの知識じゃないのが私は好きですね。うん、あ、そう、実際に現地に行って、知ったものとして。そうそうそう,そうそうそう。うういや、アレックさん、アメリカはさあって。 いう話をして、うん、えでもアメリカ行ったことあるあないですみたいな。いや、TikTok みたいな。ないのにそんな分かってんの <laughs> みたいな。それは嫌なので私は実体験として、ねあ、こういうのあるよっていうのがね、うん、言えるのがやっぱいいなって。そうだね。まあ、よくなん,か、うん、なんか、例えばこう、よく日本に対して言われるのが、うん、あ、日本ってすごい技術的にいろいろ進んでるよねみたいな。 うん、ロボットが飛び回ってるイメージする外国人多いんですけどいや実はねファクスとかまだ使うしみたいな,なんかそ,そういうあのそんなに美化されるようなところじゃないよっていうのも自分も言えてよかったなっていうのもあるしああいうの面白いですよなんかイメージ通りのところと、ね、イメージ通りじゃないところが結構あるじゃないですかどの国にも。そそそそう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 ,そう、うん まあ、ね、カナダでいったメープルシロップなんですけど、まあそれはまあさすがにそんなないだろうと思ったら普通にいや,いやあるあるねあるある結構,結構あのベーコンにかけちゃうよベーコンにかけちゃうよみたいなかけちゃうしこ <laughs> <て>むんだよね <laughs> そのなんか <laughs> かけるよりも普通にそのメープルベーコンっていうものがあるっていう,う大げさだよって思ってたんですよねうん、うん、実際に行くまではそんなないでしょって、うん、それこそだって何でもメープルシロップかけるよみたいな。 いやいやそれはさすがにないでしょって。<laughs> かけるねいや、まあ、<laughs> かける。もう朝、朝、朝起きて、あのなんで、オレンジジュースじゃなくても、なんかメープルシロップのショットを飲んでいくからね。<laughs> そう。なんか、そういう時の面白さがありますよね。<laughs> え、本当なんだこれみたいなのと、うん、あ、違うんだこれ。どちらにしても面白いというか。あ、そうそうそう。だから、なんか、 あの帰省するたびに、ね、え毎日お寿司食べてんのみたいな聞かれて。いやいやいや。みたいな <laughs> お寿司はねみたいな。確かに食べるけどさ、<laughs> みたいな。ちょっと、うん、日本人はそうでしょうい実際ね。み,うん、みんなが知ってるお寿司と食べるもの違いますからね。そうそう、カリフォルニア料理はないよ。<laughs> ないから、そんなにアボカドでしょうん。いや、ないから。もう、もう、生魚が。 ドラゴンドラゴンスパイシーロールでしょそんなないからって。最初はもうタバスコはかけないよ。<laughs> ないから何ドラゴンって。そんなないからって。<laughs> そう。まあ、っていう話をするのが一番楽しいですよね。やっぱり。そうそう、そ面白い、<ー>面白い。本当になんか、実体験だからね。うんうん、他の人の経験からじゃなくて、自分で言って、えーって思ったことってね、なかなか忘れないですし、うんうん、印象にも残りますからね。うんうん ってそうしようねあ。ちょっとこうね<あ>あ体験できるのがねあの、自分も今週末カナダに来てもらった二人の人となんか、うんえー、ジム行った後にあのに普通に飲みに行ってでそこであのカナダに行こうかみたいな話と同じようなノリで。あの、 ま、あ多分10月ぐらいに、この3人で、あの、中国に行くかもしれないっていう話が、出て。ほう。そう、なんか、あの、ちょっと、その名前忘れちゃった。<う>あの、先進かな先進ってんだっけ先進,先進。先進。かな上まあ中国。なんか、あの、すごいこう新鮮じゃない。あ、新鮮か よくしかったね。よ <laughs> しかったね。ゃくちゃ考えてよくわかった、ねそう。新鮮ねあ新鮮に行きたいっていう。で、新鮮すごいよみたいな話を聞いて、<laughs> あ、そうみたいな。そのいろいろ進んでるよみたいな。で、じゃあそこをもうなんか見に行こうかっていう話から、ちょっと中国に行くかもっていう話も出たり。 でそうなると、初、日本以外のアジア。あ,あ、そうだ、なんだかんだでそうですね。そうそうそう、になるし、まあなんか、なんだかんだでそうですね。うん、私、同じになりますよ、アジア歴が。私もアジア歴しか行ったことないんであ、マジでへえ、はい、あ、そうなんだ。はい。他の、その、シンガポールとかマレーシアとか行ったことない。ないんだ。台湾の空港は行ったけど、 シンガポールのチャンギもたことあ、まあ、出てないし、その空港から降りたっていうねのはもう中国だけ、アジアは。はあ、そうなんだ。まあ、だったら、いろいろね、あの、まあなんか、韓国とかもさい、もう今年中には一回行きたいなとか、まあ、いろいろそこは回りたいなと思うんで、うん、なんかそういう話できたらな、いつ,いつかの、いつかその話だと思うですけど。 そう完全に私の未知の領域です。全くからない。じゃあ、そこの共有できたらな。最高だよね。へぇーって。ありがとうございます、アレクさん。へえーって。あ、そうなのみたいな。ようやくマノさんが知らない情報を持ってくれる。全く知らない、全く知らない。あ、いいね、いいね。で、シンセも知らないから、シンセには行ってないから。あ、なるほどね。ちょうど今聞くうと。シンセは、なんか、いろいろ結構評判良かったんで、 その友達の友達いわく。だから。そうだね。その評判を自分で確かめるんです。そうそう、そこはもうね、うのみにしないでね。そう、ほんとそう、ほんとそれはそう。そう。まあ、であ初中国だし、いろいろなんか、いいことはいいこと、いろいろ耳にするんですけど、そこもね、肌で感じて。それはぜひぜひぜひ体験してください。私は今何も言わない。何も言わないから。じゃもう、事前情報何も言わないから。 ですお願いします。ま、あの、私の感想すら言わないから、私の感想すら言わないから、あ、そうらねそれも言わない。え、あれ言うかわかんない。それも言うかわかんない。あれあれ意味がない。もう、言ったよみたいな、あ、そうみたいな、わる。それで終わる。そうですね。楽しみですね、それはね。また世界が広がって、いいことだと思いますよ。うん。ま、ね、少しずつね、いろいろ。 そうだね見れたらな,れたらなっていう。うん、そうですね、まあ。広げながら自分のその根ですよね。根、うんね、ですね。あの根の部分もしっかりしていくといいですね。視野を広げながら自分の根をかっていう私とはみたいなね。<laughs> もう障害のといですね。うそうだ。た多分そうだす <laughs> それが人間であるものっていう。そうそう。それを考えるきっかけになりましたね、ミハイさんが。うん、あみあミハイさんがそのきっかけだったんだね。僕は気づかずにそうじゃたい。そうじゃない。実は。うん、実は、導かれたのが、導いてくれたのがミハイさんだったっていう。きっか,けが、ね、から、うん。やっぱ裏でいろいろ、うでやいたそうかもしれないや、多分もう 最初,最初になんか行く前にもしかしてもう知られたかもしれないですね。もうなんか自分の導いてくれる人だったんだね。なるほどね。なので、もう少し頻繁に行くようにしましょう。うん、はい、もう、あの、常連者、常,常連さんになるように、ちょっと、そうだね,ね。精進します。はい、はい。その、まず誤解を解きましょう。暴れてない。そうだね。暴れ、もう、すごい、あの、うん おとなしい人ですよっていうアピールを。そこからです。い<や>悪い誤解を解いて。仲良くって、ねうん、してください。はい。わかりました。<laughs>